こんばんは、八ヶ岳南麓ユーライフチャンネルです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画は、苔の森に美しい滝、鳥湯の滝と極上ランチを長坂町岳で食べてきました。まずは鳥湯の滝に向かいます。清里高原大橋を渡ります。坂道を登っていくと、左側に鳥湯の滝の看板が見えます。この先を左折します。突き当たりをまた左折して、坂道を下っていきます。ここから先は道が細くなります。対向車とすれ違えないので、運転は慎重にお願いします。少し広くなったら、そこが駐車場です。ここから歩いて鳥湯の滝へ向かいます。ゆっくり歩いて10分ほどの道のりです。苔の美しい森の中を歩いていきます。熊出没注意の看板もありますので、気をつけてください。八ヶ岳の岩には苔がよくつくそうです。長い年月をかけた立派な岩です。道は岩がゴロゴロしている道なので、スニーカーでお越しください。途中、花や実、それから苔などを楽しみながら、森林浴を楽しんでください。この時期は木々の緑もとても鮮やかです。しばらく行くと、小海線の鉄橋が頭上に見えます。その先の橋を渡ると、鳥湯の滝はもうすぐそこです。駐車場から10分ほどで美しい滝を見ることができます。新緑と苔の岩肌を伝ういくつもの白い滝、とても綺麗です。今年の夏はとても暑いので、猛暑の都会を逃れて、滝のマイナスイオンを浴びて涼んでみてはいかがでしょうか。川の水も抜群の透明度です。川の水はとても冷たくて、撮影をするのにも長い間水の中につけていることはできませんでした。この綺麗な水を感じに来てみてください。
川の音と滝の音を聞きながら滝の水しぶきを浴びる。天然のクーラーはとても気持ちが良いです。美しい苔の森を抜けて水のきれいな滝に出会う。とても素晴らしい経験でした。それではそろそろランチを食べに行ってみましょう。今回は長坂町にあるガクというお店に行ってきました。3分の1湧水から泉郷の別荘地へ向かう道路の脇にあります。大きな通りに面しているのでとても分かりやすいお店です。こちらの看板を目印にしてください。公式 LINE のリンクを貼っておきますので、営業日などはそちらで確認をしてください。友達登録をしておけば、席の予約だけでなくメニューの予約もできるので、とても便利です。人気のお店なので、必ず予約をされてから行かれることをお勧めします。気持ちの良さそうなテラスもついていますので、こちらでお食事をとることもできます。こちらが本日のメニューでした。魚のランチは人気なので、すぐなくなってしまうとのことです。冷凍のテイクアウトのメニューも充実しています。こちらも予約ができますので、予約をしてから受け取りに行くとスムーズです。 LINE の予約ですので、営業日を気にせずに予約をすることができます。こちらは注文したお肉のランチです。山梨のブランド鶏の信玄鶏の唐揚げです。6種類の前菜もついていました。ご飯は無料でおかわりができます。お肉はとても柔らかくて美味しかったです。そしてお魚のランチ、マダイの煮付けとカキフライです。こんなに大きなマダイが丸々一匹ついてくるなんて思いもしませんでした。ご主人は東京でお寿司屋さんをされていたそうです。だからお料理が美味しいのも納得です。お魚は豊洲で仕入れているそうです。デザートもいただきました。アイスクリームとキャラメリーゼされたチーズケーキです。スイーツのプレートとコーヒーで580円でした。美味しくてお腹いっぱい、大満足のランチでした。
今回の休日は天気もよく、土竜の滝で癒され、額で美味しいランチを食べ、大満足の休日でした。本日も動画を最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみください。もしお気に召したならば、チャンネル登録をよろしくお願いします。